皆さん、ベレット、こんにちは。名前はナシタで、ロシア人です。今はベラルーシに住んでいますけど、日本に久しぶりに旅行に来ました。京都料理のお店で、そうそうそう、結構有名な店なんで。お、京都が好きで。あ、そうなんだ、はい、オッケー、じゃあ行きましょう。楽しみです。上品店に来ました。そして48階、景色がね、綺麗だよね、夜景が全部すごいなって思って。お店の方もすごく綺麗な方。そうだね、着物着てるし、なんか本当に京都の雰囲気京都は行ったことあるんだ。はい、あります。3回くらいです。あ、3回くらいってね、いいね。いや、すごく好きで、いつもの清水寺に行くことしてますけど、もう3回行ってもなんかずっと、なんて修復中、中に入れますけど、なんかずっと外がなんか修復中、ちょっと綺麗な写真撮れないで。あそうなんだね、私は歴史が好きで、なんか東京みたいなところ、あと奈良とかも大好きで、もう普通に歩くことで、はぁ、すごいなって。今回あれだよね、日本に帰ってきて、仙台に行ったの。あ、仙台行きました。で、東京来て、で、新年も、じゃあ新年ってか、正月、正月は静岡。あ、静岡行きました。なんか忙しいね。あ、でも、まあ、旅行が好きだから、初詣行きました。初詣まだ行ってない。私はその静岡の神社に行って、ヤタガラスのおみくじ引きました。あ、なんかツイッターで、はい、中吉だっけ。そう、中吉です。今日じゃなくてよかったね。そう、それは一番大事です。去年は大吉でした。あ、今回はちょっと。いらっしゃいませ。新年おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらのお正月だけお出ししている大福茶って、1年の健康を祝ってご用意しているお茶でございます。上も用事がありますので、どうぞ召し上がってください。そんな感じに、じゃあ飲んだら幸せになる。そういうことかもしれません。ちょっと苦くて、まあ、梅の香りが少しあるぐらいで、まあ、そんなに味はないよね。でも、なんか体に良さそうな味。お正月、おとそってちょっとお酒の中に薬草が入ってるんですけど、ちょっとプンプン薬草の香りがしますけど、じゃあ体にいいということですか。体にいいです。一年で健康を祝して体にいい、お正月だけにいただくおとそっていうお酒でございます。この後お飲み物いかがされますか。なんかビールとか飲むよ。それともなんか生ビールもジュースグラスぐらいでご用意できますけど。じゃあビール、じゃあビール、お二人生ビール、はい、承知しました。これお膝掛けでございまして、はい、1月は南天でございます。この実がなって、お正月の生け花でよく、うちものれんの前にちょっと南天入れてあるんですけど、なんて災難とか難の天に飛ばすっていう言われがありますので、1月は南天でご用意しております。今週なんかちょっと香りが、あれだよ、薬草が入ってる感じ。そう、でも面白い味。多分病みつきにはなる味。これ初めて飲みました。あ、本当。はい、俺も初めて飲んだ。あ、そう。あれ。でもなんかお正月は、はい、薬草とかは入れないけど、普通に日本酒でこういう感じで乾杯することはあるけど、薬草を入れたそこの日本酒は初めて。怖い。すごく綺麗で、ね、壊すのはちょっともったいない。なんか全部のものが意味を持ってるということは結構面白いです。あれ？おしんこみたいな。なんでしょう。あ、アプリコット。あ、アプリコットより柿かな。柿、柿って書いてあるわ。あ、そうか。ピクルスみたいな感じにしてて、これが大根、いい子だね、本当に。これ緑のやつなの。
これは多分菜の花じゃない？菜の花？菜の花？あ、菜の花、あ、花を初めて食べます。うん、これすごく美味しい。うん、これ美味しいよね。俺もすごい好きなんだよね、これは、うん、ちょっとなんか、だしみたいな、うん、あ、分かった、塩気が本だしの味。うん、本だしするね、うん、なんだろう、なんだろうと思った。黒豆、うん、豆、ちょっと甘くて、この、これは金箔、うん、すごく上品な豆上品黒豆、うん、うん、それはなんか結構面白いです、うん、なんかロシアではあの豆を甘くしないです。あ、そうなんだ。うん、肉と一緒になんか炒めたりして、うん、それともスープの中に入れて、はいはい、食べるですね。あとこれが数の子、これ、あ、それじゃなくてその黄色いやつ。これ食べたことあるけど。あるよね。あるけど、うん、あ、あれも回転寿司で食べたことあるけど、うん、そこはすごく硬いんですね。どう、でもなんかこの粒が、うん、なんで、ああ、そうだね、口の中で広がるっていうか。そうそうそう、広がる、うん、それを初めて、面白い、そっちの方が好き。うん、なんでだろう、うん、手で取っても大丈夫、うん、今、うん、勉強になりました。怖い。お正月に食べる食べ物。うん。なんかおせち料理ってわかる？おせちってさ、うんうん、分かります。正月の料理の中によく入ってる食べ物。あ、でもおせち料理食べるともう、あ、お正月だなっていう感じがする。うん、結構いっぱい作るから、なんだろう、3日間ぐらい同じおせち料理食べなきゃいけないからちょっと飽きてくんだよね、最後の方は。そっかそっか。ロシア人もたくさんの正月のためにたくさん料理作って、うん、で、まあ、3日間とか4日間とか食べます、うん、食べ続けます。面白い。これもね、あ、これ、これ箸置き、箸置くんだけど、箸置き、あ、こうやって置くじゃん。違いますね。あ、本当だ、コマだね、それ、うん、これがこの羽子板っていう、本当はこれが羽、なんかバドミントンの羽みたいな感じで、これをこういうふうに持って遊ぶの。あ、そういう遊び方がありますか。そう、これはお正月だけの遊び。お正月だけってわけじゃないけど、お正月によく子供がする遊びで、昔の遊び、日本の遊びと、あとはタコ揚げとか。タコ揚げってわかる？わかんない。タコってさ、あ、タコ、うん、オクトパスのタコじゃなくて、なんつうの、こういう、まあ、これがタコをタコとするんだ。長い糸で持って走って、これが上がるのよ。そうすると風でさ、どんどん上に上がって、あ、なんかロシア語では、うん、まあ、直訳すると飛んでる蛇、なぜか蛇。でも遊ぶ、そういう遊ぶっていうか、やる、そうそうそう、あ、そうなの、やるの。お正月じゃないけど、普通になんか海行って、なんかこうやって子供が走って、こうやって、ああ、はいはい、同じ同じ、うん、ロシアもそう。多分蛇というより竜かな、なんか中国の竜なんか長くて、蛇みたいな形するから、だから蛇という。あ、京都のお雑煮でございます。はい、ありがとうございます、はい、普通のお雑煮と京都のお雑煮って何が違うんですか？京都のお雑煮は白味噌仕立てで丸餅なんです。あ、そうなんですか。私あの京都で育ったものですから、はい、東京も白味噌だと思ったら全然丸餅がまず売ってないですよね。もう四角い、はい、餅ですね。京都はね、あのお正月っていうか、うちなんかも家でお餅つくんですけど、角のあるもの、はい、角のあるものはお正月いただかない。だから全部丸餅で、で白味噌で、あの京都は白味噌有名ですけど、はい、ちょっと発酵したあのコクのある甘みがあるんです。はい、それでお雑煮をいただきますので。今年の干支の奴隷でございます。これ女性の方だけプレゼントしております。え、それはプレゼントですか？プレゼントです。あ、そうですか。なんかすごい、ありがとうございます可愛いでしょ。嬉しい。どちらの方なの？ロシアです。え、ロシアです。あ、そうですか、
干支とかそれあんまり関係ない。ロシアにもありますよ。あ、何年なんですか。鳥年です。鳥年ですか、はい、そうですか。でもね、釣りも可愛いので飾ってください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。京都のお雑煮初めてかもしれませんけど、はい、どうぞいただいてください。あ、可愛い、可愛い、よかったじゃん、いいスーベニアになって。嬉しい。あ、全然違う、ちょっとなんかすごくおしゃれ、ね、熱い。うん、あ、なんか食べやすい、食べやすい。味噌汁も美味しい、うん、ちょっと甘い、甘いね、うんうん、俺の家のお雑煮は醤油ベース、うんうん、味噌は使わないんだよね。だからこういうのは初めて。確かに私も食べたお雑煮は味噌入ってなかった、ね、うん、日本でも広いからさ、いろんな地域によってもうなんか違うスタイルのお雑煮がある。それは結構面白い、うんうんうん。地域によってなんかいろいろ違いますね。ここもなんかあれ、金箔？これも金箔。でも日本料理って結構健康的ですね。ロシアはなんかお正月にこれ食べるっていう食べ物ある？あります。結構いろんな、まあ、基本的にサラダ、毛皮のコートを着たニシンというサラダがあって、うん、知らない、初めて聞いた。そこはまあニシン、その魚が入っていて、あと茹でた野菜、玉ねぎと人参とじゃがいも、あ、ビーツ、ビーツね、ビーツとマヨネーズ、へー、でなんか綺麗な形になってる。シリョットカパッチュウェイ、日本語に訳したそうらそうなるってこと。そう、へー、こんな感じかな。もうその中に一番下にニシンが入ってる、すごい、初めて見たけど、うん、すごいねこれ。まあなんか盛り付けは人によって違うけど、でもなんて段階は同じ。うん、うん、こちらのタイの方はあのおめでたい松の形で、松笠飾りっていうのは、皮目も一緒に召し上がっていただきます。湯葉、はい、とマグロとアオリイカと、これ羽子板が大和芋でございます。はい、でこれ湯葉、湯葉ってわかる？わかんない。豆腐のスキンみたいなやつ。うん、おいしい、うん、すごい、やっぱりあれや、回転寿司と全然違う。刺身か寿司を食べると幸せ。日本人がこういう食べ方を思いついてよかった。外国人はロシア人とか、うん、日本に来て寿司か刺身を食べないと損すると思います。うん、絶対に食べた方がいい。日本に来たのはいつなの？最初に来たと。最初、うん、一番最初に来たのは2012年。2012年、はいはい。うん、あの、また交流、文化交流できました。うん、まあ、ここの日本の大学、うん、あと京都の立命大学、はいはいはい、うん、なんか行って、で、学生と文化交流をちょっとして、あ、まあ、いろんな、なんか観光地とかもついでに見て、うんうん、例えば、あ、間違えました。それは、うん、14年でした。あ、はい、その前に留学に来た。あ、そうなんだ。でも全然もう昔のことです。勉強じゃなくて、うん、まあ、仕事で、仕事でね、行ってみたいなと思っていて、で結局2年前くらい、うん、まあ、あの日本に来てで働いてて、会社で、で4月にベラルーシに引っ越しました。あ、そうなんだね、うん、ベラルーシってすごいね。どこだろうね。どっかだろうな。ポーランド。あ、そっちか。そう、ポーランドと
ウクライナ、ウクライナ、ロシア、バルト3国の間に、うん、あー、なるほどね、そっちか、うん、じゃあモスクワの隣みたいな、あ、そうそうそう、モスクワからも超近くて、多分車で10時間とか、はいはい、うん、そうです、モスクワとバルト3国の間みたいな感じか、そう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 、そう、バルト3国みんな知ってるけど、ベラルーシ誰も知らないで、マグロ、マグロ、大好き。柔らかい、うん、めっちゃおいしい、お、柔らかい、うん、うんうん、ほんとに溶けるね、そう、口の中に溶ける、おいしい、なんか刺身とかもマグロとかもなんかいい寿司屋に行くと、うん、フレッシュじゃないんだよね、逆に熟成って言うんだけど、だからその知らなかった、時間かけるんだよ寿司って実は、そして柔らかくなったりとか旨味成分が増えたりとか、うーん、もう科学的に、そうそう、それはすごく勉強になりました、いやなんかフレッシュだからハイクオリティだと思ったんですけど、うん、で普通にやっちゃうと腐っちゃうけど、うん、ちゃんとしたやり方でキープしておくと結構本当に美味しくなるっていう、それは勉強になりました、深いんだね、なんか私も思ったんだけど、その寿司は、まあ、ネタは同じだけど、うんうん、値段が違う、なんだろう、なんでだろうと思ってて、うん、そういうことでした、そういうこと、そういうこと、え、なんか飲める？飲めます。じゃあ日本酒で。日本酒、はい。今日獺祭がですね、あのお正月元旦に絞りたてっていうのがあります。そうなんですか。同じお値段で。あ、それですね。それいきます。それじゃあいちごぐらい入れてます。はい、いちごで。はい、ありがとうございます。ぜひ今しか飲めないので。それは楽しみですね。はい。日本酒ですか。うん。獺祭っていう日本酒なんだけど。でも獺祭はまあ外国人すごい受けがいい、うん、正月限定の獺祭、うん、獺祭は結構、うん、外国人の中でも有名ですよね、そうだね、うん、なんか山芋がすごく体にいいと聞きました、うん、体に結構健康に気遣ってるのなんか全部なんか結構体にいいねって反応するけど、いやなんか、うん、日本人にそう言われてるから、ああ、うん、そっかそっか、まあ、確かにそういう風に言うかもしれない、そうそうそう、山芋はすごく体にいいねなるほどね、うん、これわかる？これはあれですよ、あれです、あれ、ちょっと今言おうとしてたけどゆずゆずゆず、ああ、ゆず、そう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 、すごいね、よく思い出したね、そう素晴らしい、ゆずはすごく健康にいいよ言いたかったのはそれじゃないですよ違う来るかなと思ってなんでもないですいやなんかいろんな野菜とかにも、うん、肉にも合います、そうなんだよね、あと寿司とかにもたまに、あ、うん、見たことない、面白い、組み合わせ面白い、ブロッコリーと、うん、タケノコと、そう、大根、大根かと芋、芋、うん、甘い、ちょっと甘くて、うん、美味しい、美味しい、香りがやっぱりいいからね、うんうんうん、日本食で食べると幸せ、なんかロシア料理は結構油っぽいものが多い、うん、で食べて、もうすごい、あ、お腹いっぱい、はいはい、すごく重く感じるけど、日本料理食べるとそうならない、うん、あ、すごい綺麗、これ日本酒がこんな入ってるのかな、うん、あ、これ飲むのか、超普通の飾りじゃないの、あ、おチョコでございます、これおチョコですよね、これで飲むの、これおチョコそうそうそう、すごい綺麗でしょ、え、ここにお酒入ってます、すごい、はい、お酒入ってます、本当ですか、はい、すごい元旦に絞るんです、あ、そうなんですか、元旦絞りっていうのがね、出るんです、はい、2日前に届いたばっかりなんだ、
届いたばっかり、はい、2日に届く、うち元旦お休みなので、はい、2日に予約してこれが届いたばっかりでした、はい、普通の日本酒は火を入れる、熱処理、殺菌するんだけど、これはもう火は入れずにそのまま殺菌してないってこと？殺菌してない、でもまあ多分フレッシュだから全然うん、美味しくて、うん、飲みやすい。私はそこまでわからないけど、生酒とか普通の酒とか、うん、でも私一番大事なのは飲みやすさ、飲みやすさ美味しさ、うん、確かにそれが一番で、チョコがかっこいい、かっこいい、うんうん、いや竹のバンブーのね、すごい最高どこなの出身は？ウラジオストックの方。ウラジオストックなんだ。じゃあ近いね、日本と。うんうん、まあ、ウラジオストックの近くにナホトカという港町があって、うん、そこの出身。でもナホトカはもう大体あまり誰も知らないので、とりあえずウラジオストック俺も千葉出身だけど、東京出身って言ってる。うん、千葉って誰も知ってる、みんな知ってる。千葉知ってない人多いよ、結構。まあ、あの住んでる人は分かるよ、そりゃ。でも外国人が来てさ、海外の。ああ、そっかそっか。そうそう、普通に道で歩いてる人に声かけて、うん、ああ、そういうやり方、なんかそういうやり方してる。どうやってなんか外国人見つけるのかなと思ってとか、あとは友達の友達とか、あの、うん、インスタとかでメッセージしたりとか、そういうのもあるけど、まあ大体はその路上で声かけて、うん、一緒にご飯食べに行こうって言って、そして一緒に来る、っていう感じだから、その時にやっぱり日本に来たばっかりとか、うん、昨日来たんだよねとかで、千葉って言っても分かんないから、もうとりあえず「I'm from Tokyo」っつって面倒くさいからさ説明がちょっと面倒くさいからって。いかがでした？あ、美味しかったです。美味しかったです。生酒ですよね。そうなんです、そうですよね、生酒ですね。獺祭、はい、の生酒ってなかなかね、いただく機会がないので、はい、あのこのメーカーもお正月しか出してないみたいですね。生絞りって、生絞りはうまいっすね、うん、美味しくて飲みやすいです。お鍋いただいたお肉でございます。これもあの京野菜で伏見唐辛子でございます。めっちゃ柔らかい、めっちゃ美味しい。柔らかくて、柔らかくてね。うわ、これめっちゃ美味しい。うん、なんか少ないね、これ聞きますうん、めっちゃ柔らかい、美味しい。辛い辛い私は、牛肉は硬い、うん、牛肉というイメージがあるけど、だからあまり牛肉食べない、うん、まあ自分で作らないとできないから、なんかいつも硬くなってる。でもこれは最高、うん、あまり言わない、うん、めっちゃ美味しい。辛い唐辛子だな。あ、本当、うん、苦い。ああ、俺この苦味が好き。あ、本当、うん、そっか辛かったらあの日本酒があるんで。確かに、うん、苦いな湯葉、うん、湯葉、あ、豆腐漬け、なるほど、プラスカニ、カニ美味しい、ね、ベラルーシは美味しいものいっぱいある。ベラルーシも美味しい、うん、ベラルーシマジで謎の国というか、あんまり情報がないからさ確かに何が有名なんだろうっていう。ベラルーシは、ベラルーシ何が有名、一番有名、ベラルーシといえば、ベルシといえば料理だったら、うん、あのじゃがいものパンケーキ、ドランニキ
というもの、で、まあ普通の何も履いてないドライニーキーもあるし、うん、2個が履いてるドライニーキーもあるし、あと上になんかクリームソースとかベーコンとかかけられてるドライニーキーもある。で、料理じゃなければ、うん、ベラルーシは東のシリコンバレー IT 結構盛ん盛んなんだ、うん、なんか IT 系の仕事をしてる。あ、そう、仕事、うん、今 Twitter の説明会だったけど、そうそうそう、オフショー開発ベラルーシで何やってんの？エンジニア？エンジニア、まあ私もエンジニアでもあるけど、うん、まあ自分でコード書かないけど、なんていう、ブリーチエンジニアとしてエンジニアとお客さんをつないでる。はいはい、なるほどね、まあ、ブリーチブリーチね、うん、ベラルーシのなんてとこ、その首都ミンツク。あ、聞いたことある。ミンツクと仙台は姉妹都市。仙台の人は誰も知らないけど今観光で行ったらなんかある？そう、ベラルーシで4つの世界遺産、まあ一番有名かどうかわからないけど、うん、一番おすすめしたいところは2つがあって、2つともお城。あ、はいはい。で、ミール城とあとはネスウィッシュ城。ミールキャスト、あ、綺麗だね。うん、タイと小豆の炊き込みご飯でございます。あ、すごい。あの、最初は炊きたてをお召し上がりいただいて、はい、これ昆布茶と海苔が、あとお茶漬けの上です。お帰りなさってちょっとお茶漬けも。あ、わかりました。ミールキャスト、ネスウィッシュ、すごいね、うん、ここもめちゃくちゃ綺麗だね。うん、でそこは2つとも2つとも行った。めっちゃすごい。お城の中にもう家具とか部屋とかの内装、うん、昔の内装と同じように作られてる。王様の部屋に入る、うん、でここは王様の部屋でした。でそこにもうベッドとかテーブルとか、うん、もうそのまま、まあ、まあちょっと違うかもしれないけど、うん、結構時間が経ったから、でもこんな感じでしたよって。なるほどね。そういう感じ、なんか再建実現、うん、されてる、うん、まあ、本当にその時代に入ってる。そうそうそう、うん、旅する感じ。これはもう普通の味噌汁。普通の味噌汁だね、うん、香りが少し違う。うん、味も違う、うん、味も違う。小豆のご飯小豆とタイも入ってるから。あ、そうそう、タイも、うん、普通鶏肉かな。うん、あれよ、もう今日なんか普通食べれない料理をたくさん食べた。そんなにある？俺も飲んだからさっき。私も飲んだ。はいはい、まあちょっと残ってる。はい、ラストチアス。ランツのロシア語で。いや、なんかロシアでは基本的になんか一言言う。うん、ああ、はいはい。だから。出会いのため、なるほどね、とか健康のためとか愛のためとか、そういうことか。うん、だから今回は出会いのため。出会い。乾杯。乾杯。ピクルス。ピクルス。あとわさびもいいんじゃない。これを箸で食べる、ね、挑戦してみます。そうなんだよ、難しい。うん、お茶漬け、お茶漬けじゃない、お茶漬け、お茶漬け、お茶漬けあってるよ。お茶漬けにした方が美味しい。確かに、これは話うまいな。うん、そのまま食べる。うんうんうん、お茶漬けにした方が美味しい。でも、食べるのは難しい。うん、スープも美味しい。スープはなんか米なしでも飲める。ああ、そう、本当に米なしでも全然うまい。うん、これで終わりだから、あとはデザート。デザートのためにいつでも場所があります。別腹。別腹。ちょっとカメラで見えないよ。もうこの通り
こうかな。このビル自体は210メートル、うん、48階だからまあ200メートルはなしかないかもしれないけど、でもそのくらい、うん、近い、うん、200メートル近いと思う。日本人の食べ方で、うん、食べ終わりました。完食。うん。失礼いたします。あ、すごい。すごい。どうもでございます。おしゃれ。え、あ、蜜。はい、そちらですね。くず切りで上の段に来るのと下の段にくず切りが。あ、そうなんですか。伝統的なデザート。でもこの蜜は確かに美味しい。うんうんうん、それはロシア語で片栗粉。片栗粉。あ、じゃあ片栗粉。うん。フレッシュ。うん。これは、うん、美味しい。うん。ベリーはフレッシュだね。うん。ラズベリー。うん。夏の味。すごい。香りが。ね。ここはあれだね。いいね。接待に使えるな。うん。黒蜜。黒蜜の味がたっぷり。うん。くう。きり。くず切り。くず切り。くず切り。めっちゃかわいい。あ、かわいい。めっちゃ。ネズミ。苦い。苦い。でしょうね。それは分かってた。なんか独特な独特だ、ね、味、うん。ちゃんと、あれじゃん。茶道。そう、かな。こうやってやってんのかな、多分。やってたね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。とても美味しかったです。あ、ありがとうございました。やっぱ外国人の方も結構多いですか。多いですね。そうですね、はい、はい、うちのお店も今年で304年目になりますので、京都の本店は304年。4年、すごい、はい、一緒に写真撮ってもいいですか。あ、いいですけど、私でいいですか。すごく良かったです。良かった。お店も素敵で、サービスも接待もすごく良くて、チープ、お店のチープという女性がもうすごく上品で、もう写真も撮りましたし雰囲気もね、日本のなんか和の雰囲気がいいよね。で、本当になんか京都のお店だから、もう本当に京都に来た感じね、なんか肉のトタイミで、もうなんか、竹もあってすごいドキドキハッピーハッピー、うん、あと料理もすごく美味しかった。特に刺身、うん、あ、刺身と牛肉、うん、そう、刺身もすごく柔らかくて、で、すごく話が勉強になって、あと牛肉が柔らかくて、もう本当に口の中に溶ける、美味しすぎる。よかった。俺も嬉しい、そうに言ってくれて。あ、本当。ありがとう。あ、なんか YouTube やってるんでしょ。あ、そう。私も YouTube やってます。まあ基本的になんとか、まあロシアとかベラルーシについて、うん、あと日本とロシアとかベラルーシ、まあロシア語圏の文化の違いと、あと IT の授業やってるので IT についても発信してます。よかったら見てくださいね。パカパカ。あ、そう。パカパカ。ロシア語の、ロシア語、はい、バイバイ。あの、バイバイ。うん。ね、